はいお疲れ様です光ですす今回のお話なんですけど池袋暴走事故について、えー、飯塚被告のね、えー、実刑判決が出たんでそこのね、えー、お話をしようかなと思いますで今回のお話ではね、えー、今回その裁判のね判決の理由なんでこうなったのかっていうこととかをお話ししたりだとかあとですねまあ、控訴する可能性だったり控訴ってどうなるんだろうっていうところを、ね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。あと最後にね、えー、遺族の、えー、松永さん の、えー、お話とかもあるんで、えー、そこらに触れていこうかなと思います。元つのチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。えー、まずはですね、えー、この実刑判決が出たという記事をね見ようと思います。池袋暴走事故、裁判長が飯塚被告に、えー、説過失認め真摯に謝罪をということで、えー、裁判長がね、説意したということであえ なんか,これかなり異例なことらしいですね、うん、なんかあの,他のを見る限りあんまりないことだと、過失認め、心身謝罪をというふうに裁判官が言ったようなんですけど、えー、東京・池袋で2019年4月、乗用車を暴走させたとして、自動車運転処罰法違反に問われた、京通産省工業技術院の元院長、飯塚光三被告の判決公判で、東京地裁の下津裁判長は、2日、 えー、禁錮5年の判決を言い渡した後、証拠上、あなたの過失は明白だと判断しました、裁判所の認定に納得できるのであれば、まずは被害者、遺族に自らの責任を認め、過失を認めた上で真摯に謝っていただきたいと説明した。 えー、飯塚被告は証言台の前で小さく数回うなずいていたということです。まあ、これに対してね、ここまで言われて、ちゃんとね、うなずいてたらしいんですよね。まあ、このあとどういう態度を取ってくるかっていうのはね、めっちゃ気になるところなんですけど、あの裁判官が被告に対して真摯に謝ってくださいと、うん、過失を認めて、そういうことを言うのってあんまりないみたいなんですよね。まあ、それはなないいいよね裁判官って中立な立場にいるべきだからこういうこうううとを言う ことはあんまりないらしいんですけど、まあねえー、それぐらい、あのー、なんだろう言い訳とかして、物的証拠完全にあるんですよ。なのに、えー、ずっと言い訳してたから、まあ、こういうふうに説、ねえー、したみたいな感じだと思うんですけど、えーっとまあ、最終的に、ね、金庫5年という、あのー、実刑を受けることになったんですけど、えー、もともと求刑は、えー、検察側の休刑は金庫7年だったわけですそこの間はあれ まあ一応ねその休憩の金庫7年って最大らしくてうんまあ最大のねえ金庫7年をえ休憩しますということに言ってたんですけどまあでもここら辺もねあ,のあくまで自動車運転の,その事件っていうことで扱われるのがちょっとね なんとも言えないところですけどね、なんか殺人罪とかそういう方向じゃないですからね、あくまで危険運転という話になるんで、でまあ、それで最大が7年、金庫7年ということで、休憩してたわけですけど、5年になっちゃったよと。 あとの2年は何だったの、まあ、ちょっと優しく見てあげたところは何だったんだって。まあ、そ,こそこの2年でも結構批判の声って多いんですよね。うん、ネット上見てても。なんでならねえんじゃねえのって。まあ、そこら辺の説明をあのしてくれてる部分があります、はい。判決理由ということで、他の記事から引用してるんで、またリンク貼っとくんで、詳しく見たい人は見てください。えー、判決理由で、下津裁判長は目撃者の証言や車両のシステムの記録からブレーキと間違えてアクセルを踏み続けたと 事故現場手前の交差点を左折する際にブレーキとアクセルを踏み間違えたままそれに気づかず遅くとも縁石に衝突した後からはアクセルを最大限まで踏み込み続け一貫して加速したと述べたということです。まあそそううううういいううに裁判官が、もの 言っっててるこことととは嘘だいいうううふに、まあ、認定したということですよねつまり、えー、弁護側が事故原因だと主張した車の不具合についてはアクセルやブレーキ車載コンピューターに関する多種多様な故障が偶然同時に起きないと今回のような暴走には至らないことから通常は考えがたいと言うべきと退けたとまあそりゃそうだよね。<laughs> むちゃくちゃがあるよね、車の故障だとか、あまりにも、そのね、車が。 急に止まったとしても、いろいろとその証拠が残るように車は作られてて、それ全てがね壊れたって言ってたんですよ、むちゃくちゃがあるんだよ、うん、で、えー、あすみません、えー、被告はエンジンが高速回転した、アクセルペダルが床に張り付いていたなどと主張していたが、供述は全体として信用できないとしたと、もう完全に被告の言ってることが、えー、嘘 嘘っていうのは言い過ぎかもしれないですけど、あのー、まあ、思い違いをしてたりだとか、事実と違うようなことを言ってるということで、まあ、信用はできないと。まあ、だってなんか、アクセルペダルが床に張り付いていたとか、なんか下覗き込んだとか、なんかわけわかんないこと言ってましたよ、ね。そんな時間ないでしょと。見てる余裕ないでしょ、そんな暴走してるときに。うん、まあ、そういうね、うん、こともあったりして、まあ、信用はできないと。 あまあ、真っとな、当たり前ですけど、真っとな、えー、判断をされたようなんですよ。まあ、なのになんで5年なのかっていうとこなんですけどね、えー、そこについては、了、え、見、ー、について、現在90歳と高齢で体調が万全でないこと、過度な社会的制裁が行われた点は有利に考慮すべき事情としたが、あなるほど、うん、こういうとこも考慮されるんですね、過度な社会的制裁が行われた点は有利に考慮すべき事情。まあ パイバッシングを受けましたからね、今回の件で、もう SNS、まあ、ネット、ニュースの記事、全部ね、いろんなところで飯塚被告、まあ、悪者扱いされてるわけですから、まあ、社会的制裁が行われたということをね、有利に考慮すべきというふうに、えー、判断されたと、で、有利に考慮すべき事情を踏まえても、長期の実刑は免れないと述べたと、まあ、ものすごくね、えー、社会的制裁が行われてはいるけど、まあ、5年、 という、ね、長期の、えー、実刑はもう免れないよというふうに、えー、判決を出されたみたいなんですけどまああれだけ叩かれてますからねあのもしかしたら裁判官によってはもっと短い、えー、実刑になったかもしれないってことを考えるとあの5年っていうのはすごく考えられた刑、えー、なんじゃないのかなと元三津は思いますやっぱりねここら辺もさっきも言いましたけど、あのー、車の事故っていうふうに事件っていうふうにね あの扱われちゃうことが問題だと思うんですけどね、うんまあ、難しいのかな。うん、で、えーと、その,あの禁庫刑、実刑を受けた飯塚被告なんですけど、以前ね、執行停止の可能性っていう話を、えー、元水さしたことあるんですけど、いまだにちょっとだけ言われてるんですよね、そのまあ、年齢だとか、えー、状態が良くない時にですね、まあ、こういう禁庫刑ができないと見なされた場合、執行停止する。 まあ何も刑を受けなくなる、まあ、っていうことだと思うんですけどね、まあ、執行停止。で、えー、そういう場合があると、例外があるというふうに話されてて、えー、刑事訴訟法第482条では、 教育、禁錮、または交流の言い渡しを受けた者について以下に列挙したケースがあるときは、執行を停止することができるとされているということです。まあ、刑を受けなくていい状況ですね。刑の執行によって著しく健康を害するとき、または生命を保つことのできない恐れがあるとき、2個目が年齢70年以上であるとき、えー、3、受胎後150日以上であるとき、 4、出産後60日を経過しないとき5、軽の執行によって回復することのできない不利益を生ずる恐れがあるとき6、祖父母または父母が年齢70年以上または10秒もしくはふぐで他にこれを保護する親族がいないとき7、子または孫が4年で他にこれを保護する親族がいないとき8、その他重大な自由があるときと。 いうことで今回、飯塚被告の場合は2に該当するということで、まあ、2だとかえもしかしたら、あのー、交留中に、えー、刑の執行によって、えー、著しく健康を害するときとかって認められる可能性もありますけど、まあ、年齢が70歳以上ということで、えー、こういう感じで執行停止になる可能性があるとそしてまあ前例もあるみたいで、まあ、ロッキード事件の話とかのときにも、えー、前例があるんですよ、うん、執行停止になったっていうそのとき92歳だったのかな。 えー、被告人がで、えー、今回の伊豆が被告もその可能性はなくはないみたいなんですけどいろいろネットを見たりして弁護士さんたちとかいろんな、えー、そういうところの、ねえー、人の話を見る限りかぎりさすが、ねまあ、にそれはねかなり例外なんでほぼないんじゃないかっていう風に言われてるんで執行停止の可能性はこれされたらさもう無敵状態だからね。うん どんだけ金庫あっても執行停止ですって言われたら、それはね、まあ遺族も何も、どこに気持ちぶつければいいのって話になっちゃいますからね。で、まあとにかく金庫刑5年っていうのはね、実刑として、えー、もうこのままね、進んでいく,いくんだと思います。で、ただ、えー、次のパターンとしては、えー、控訴するパターンですよね。うん。あの、飯塚被告が、この第1子のね、 判決を、えー、不服、不当だと思って、えー、控訴するパターンなんですけど、で控訴って元々もあの別に裁判やったこともないし、弁護士の、えー、勉強してたわけでもないんで、ちょっと調べてみましたどういう風になっていくのか、まあ、こちらの、ね、日比谷ステーション法律事務所の、えー、さんの方、ね、ホームページによるとです、ね、そもそも控訴の、ね、割合、控訴したらどうなっていくのか、えー、控訴審の終局区分、 について書いてるんですけど、えー、控訴審での裁判の結果は控訴棄却が、えー、70%取り下げが、えー、19%となっています、えー、検察側からの控訴の取り下げは考えられないため取り下げはほぼ被告人側からなされたと考えられますそうすると控訴審では 棄却と取り下げの後継である89.9%の事件について一審の判決の有罪や量刑が維持されたと考えますということで本当の最終的にはもう10%ぐらいしか覆ったり量刑が変わったりすることはないというふうなデータがあるらしいんですよ。しかもあの控訴棄却がもう70%ぐらいあるんでまあほぼほぼ控訴棄却されるよと、う。ん 訴審すら、行えななないいってうう状態になるよよんですよねで、えー、特にですね、元光もう、あのー、めちゃめちゃ素人の元光の思うところでは、今回の話って、えー、飯塚被告も一応反省のいいとかも、あのー、表現してたりだとか、えー、もうあの申し訳ない気持ちはいっぱいですって言って、でえーまあ、物的証拠、まあ確、確実な証拠がいろいろ出てきて、今回、この、ね、判決に。 えー、なったわけですよなので、えー、それを不当であると不服を持って、えー、控訴しようとしても控訴の理由が元密にはな,ないんじゃないのかなと思うんですよね。どういった点で不当だって言うんですかね。うん、だってもうその証拠とかはもう完全に認められちゃってるんですよ。うん、それを覆すってどう,どうなんだろう。これ以上のなんか 言い分なんてないと思うんですよね。まあ、なので、控訴審も棄却とかされる可能性が高いんじゃないのかなと、まあ、弁護士さんがどういうふうな、えー、理由で控訴を行ってくるか分かんないですけど、うんまあ、これ多分無理なんじゃないのかなと、個人的には思ってます。えー、もっと法律詳しい人、ぜひ教えてください。これでね、控訴なら、とりあえずね、控訴審まではいけるよっていう話とかね、あれば教えてほしいんですけど、うん。 ということでね、まあ、求めつ的にはまあ、控訴、控訴すらしてほしくない人が多いんじゃないですか、世の中的にも。うん、禁錮刑5年で、まあ、まあ、妥当って言ったら、あの、反感、反感じゃない、批判される人もいると思うんですけど、まあ、ある種ね、この年齢とかっていうのもあって、禁庫刑5年っていうのは、まあ、妥当っちゃ妥当なんじゃない、まあ、求めつもね、今、感情的にはだいぶ抑えてますけど、あの、まあ、だね世の中的には妥当なんじゃないのかなと。 思います。はい。で最後にですね、あのー、その遺族の松永さんが、えー、会見開いて話してるタみたいなんで、まあ、そこら辺のね、えー、話も見ていこうかなと思います。まあ、本人たちからしたらまあいろいろね。えー 肩の荷が下りたよううな状態だと思うんでねいろいろ語っててくれてます被害者参加制度を使って裁判に参加したマナさんの夫の松永さんと父の上原さんは会見を開いた松永さんは検察側の事実認定は全て認められ遺族の主張も認められた裁判官が尊い命を奪われてこの2人 が感じた恐怖心は想像しがたい遺族の失望は想像するにあまりあると配慮の言葉を述べていただき涙が出てしまいましたと語ったとああでえっ、ー、とその上で その上で裁判長が裁判に納得がいったら遺族に謝ってください納得できないなら2週間の間に控訴の権利がありますと言葉をかけたことについて否認事件でああいうことを言うのは珍しいと聞きましたので大きいことだと思います。今回、客観的な判決が下されたことを受けまず客観的に認められたことは被告にも受け止めてほしい。 拘訴する権利は国民にありますけどもう一度自分自身に問いかけてほしいという意味で裁判官は言ったと思う私もそう思いますと語った高橋弁護士は裁判官が語りかけた際の飯塚被告の様子について、えー、飯塚被告は頷いていた人間性に期待したいとも語っていたと いうことです本当にね、もう本当に最後の最後で期待したいところですよね。まあ、こういう客観的に、ねえー、判決に出たんであれば、やっぱそこはね、それを認めて、えー、これから実刑を受けて、えー、まあ償うというかね、うんまあ、そういった反省の念を、ねえー、持ちながら生きていってほしいかなと、うん、刑を受けてほしいかなと、もとつも思います。 うんまあ、これで一旦終わってほしいとこではありますよね。うんはいでまあ、遺族の方もこれで人を段落したみたいなんでね、えー、すごく、あのー、裁判官にもありがたい気持ちを述べているみたいでしたと。 はい、まあ、これでね、えー、本人たちが戻ってくるわけではないんで、そこら辺はかわい,かわいそうな限りで、まあ、残念な話ではあるんですけど、この話、一段落したということで、えー、今回の動画、お話しさせていただきました、元々のチャンネルではね、時事ニュース系のことをお話していこうと思いますので、えー、皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。チャンネル登録ももよろしししくお願いいまます。はいえー、本日ごご視聴ありがとうございました。